どうもこんにちは、ドンコメです。今回お伝えするのは、こちらの情報です。小田急電鉄は、28日に、期末決算を発表しました。前年比、売上が 27% 減少、営業、経常損益も、前年比、650億から700億円ほど、マイナスとなりました。定期外利用ともに、前年比、3割減前後となり、特に通学定期に関しては、5割から6割の、大幅マイナスとなりました。さらに打撃が大きかったのが、百貨店で、流通号セグメントの収入前年比、マイナス488億円のうち、大半の449億円が、百貨店の減収によるものでした。ホテル業も、年間の稼働率が 10% 前後だった施設もあり、2020年度の営業損益が、マイナス104億円にまで、膨らんでいました。来年度の予想では、運輸と、ホテルなどのその他セグメントが、回復し、流通業はマイナスとなると、予想していましたが、あくまでも、アフターコロナが前提の予想であるように、思いました。というのも、小田急はコロナ前まで、複々線の完成による大増発、箱根八重の島地区の大改修、新型車両の増備など、大規模な設備投資を、やり終えて、さあ、これから改修だ、と意気込んだタイミングで、コロナショック、となってしまったのです。実際、業績予想の方でも、2月の修正までは、個別では営業黒字になると、見込んでいましたが、実際には、営業でマイナス32億円の、赤字となってしまいました。経常損益も、予想の3倍近い、マイナス146億円という結果になり、配当も、前年の半分程度になってしまいました。JR ほど大きな巨額な数字までに放っていませんが、小田急にとって、直前まで、全く想定もしていなかった事態に、陥ってしまったのではないかと、思います。続いて、相鉄も、28日に決算を、発表していました。営業収益は、前年比、マイナス439億。営業、経常損失は、前年比、マイナス290億前後でした。こちらは小田急とは異なり、相鉄ホールディングスの個別の、方では、営業、経常利益では、黒字となっていました。ただし、当期純利益では、マイナス50億円となっています。以前にもお伝えした通り、相鉄の場合は、鉄道の減収よりも、ホテル部門の減収が大きかったことが、赤字の原因です。そもそも、コロナ前の収入構造では、運輸号の収益は、流通、不動産、ホテルに次ぐ、4番手となっていました。利益面においては、鉄道が2番目で、ホテルはその半分程度の、数字となっていましたが、コロナショックにより、どちらも赤字転落。運輸の営業損益が、マイナス38億円に、対し、ホテルの営業損益は、マイナス162億円と、4倍以上にも膨らんでしまいました。減収幅でも、鉄道がマイナス94億円に、対し、ホテルはマイナス290億と、鉄道以上に影響を、受けていたことがわかります。以上のことから、相鉄の場合は、鉄道よりも、ホテルに課題があることは、はっきりとしています。割合、金額面からも、黒字化のためには、ホテルを、どうにかしなければなりません。相鉄のホテル部門は、自前で設立した、相鉄フレッサインと、2014年に子会社化した、サンルートホテルチェーンのホテルトがあり、全国に展開しているホテルは、ほぼほぼ全てが、旧、サンルートのホテルです。もし、このサンルートの買収が、行われていなければ、今回のコロナショックで、ここまでの赤字を大きくすることはなかったのかもしれません。先ほど、JR 西日本の決算も、発表されました。こちらについては、また次回取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。